目の疲れ改善するツボ3つお教えします。こんにちは、原町接骨院久松です。今回は目の疲れ改善方法3つのツボを使えということでお話しいたします。前回ね、目の疲れ、眼精疲労を改善するのに耳を引っ張れということでお話しました。耳引っ張り以外でもね、ツボも有効なんです。今回はツボを使って目の疲れや眼精疲労を取る方法をご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることによりあなたはさらに目の疲れ改善していくことができるようになるはずです。ではお話ししていきます。ツボ3つあります。最初のツボは生命というツボになります。生命のツボどこにあるかというと、この目頭とこの鼻の骨の間、ちょっと鼻の骨を下に降りてくぼんだところ、これが生命というツボになります。よくね、目が疲れてきてこうやってね、鼻の上掴んでね、目頭の間のところをマッサージするとかね、することあるかもしれないですけど、それってね、正しい方法、もう本能的に出る構造ですけども合ってます。ただね、ここあんまり強くやりすぎると毛細血管すごくね多い場所なんで、逆に痛めてしまうかもしれない。ですからこう人差し指を使ってこの生命のツボを押すようにしてみていただけるといいです。これを、5秒から10秒3回から5回やってみてください。2つ目は陰道というツボになります。これはもうまさに眉間にあるツボです。この陰道のツボね、人差し指でぐーっと押していきます。この陰道のツボね、鼻詰まりにも効果あるんですけども、目の疲れを取るのにもすごく有効です。ここね、人差し指でニューッとしていきます。これを5秒から10秒3回から5回やってみてください。そして3つ目のツボは四拍というツボになります。これね、鼻呼吸のところでもう押してしました。このね、目の黒目を真下に降りて頬骨を越えてちょっとへこんだところ、これが四拍というツボになります。ここを人差し指で上方向に押していくといいです。鼻呼吸も改善できて目の疲れも改善できる、もう一粒で二度押しツボになります。5秒から10秒3回から5回押してみるといいです。これね、3つのツボを活用していただくとね、目の疲れ取れますんで、ぜひぜひ前回の耳引っ張ると並行してこのツボ押しもやってみてください。またね、ツボの方が調子がいいやってなったらね、ツボ押しだけでもいいですからね、ぜひ、目の疲れ取るように今日からのあなたの生活の中に取り入れてみてくださいね。ということで今回の話もう一度復習すると、目の疲れを改善するツボ3つあります。1つ目は生命というツボ、目頭とこの鼻の骨の間、鼻の骨を下に行ってくぼんだところ、これが生命というツボになります。これを両方の人差し指で5秒から10秒3回から5回をします。2つ目のツボが陰道というツボ、これね、眉間の部分にあります。これを人差し指で5秒から10秒3回から5回をします。3つ目のツボは四拍というツボ、これね、黒目を真下に降りて頬骨を越えてちょっとへこんだところ、これを上方向に5秒から10秒3回から5回押していきます。これをやることによりね、眼精疲労改善していきますんで、ぜひぜひ活用してみてくださいね。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄、もしくは概要欄にね、リンク貼ってありますので、そこから LINE 登録して私の方にご連絡ください。そしてお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分くらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。
よろしければライブ配信もご参加ください。そして私これからも自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。